本日私から 1.5 報告がございます。令和2年から3年までの冬季の大雪による農林水産関係被害についてであります。まずはこの大雪により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。大雪による農林水産関係の被害は現時点で89億円となっており、東北地方および北陸地方を中心に北海道、関東、東海、近畿、中国、四国、九州地方の広範囲にわたって農業用ハウスの倒壊、破損など大きな被害をもたらしております。このため被災された農林業者の皆様の不安に応え、経営の継続、一日も早い経営再開が図られるよう、本日15時30分から農林水産省緊急自然災害対策本部を開催をしまして、支援対策を決定することといたしております。農林水産省としては現場の実情や被災農林漁業者のニーズを踏まえ、引き続き農林漁業者の経営再建に向けた細かな支援を実施してまいりたいと考えております。私からは以上です。2月3日の管理者です。幹事社から言ってまいります。TPP についてです。昨日、イギリスが TPP に対して正式に加盟要請をしました。今年1月1日にはすでに日本とイギリスの経済連携協定を発表しておりますが、それも踏まえて、イギリスが TPP に加盟した場合の日本の合理性を確認するようなことを考えます。英国政府が昨日、北国でありますニュージーランドに TPP11 への加入要請を通告した私を取り出しております。英国の TPP11 加入につきましてはまだ要請がなされた段階でありまして、今後閣僚級で構成される TPP 委員会で全会一致により決定されれば正式な交渉が開始されることになります。農林水産省としては国益に沿った結果が得られるようしっかり対応していく考えであります。ありがとうございます。幹事社からは以上です。我が農林水産業はですね、国民への食料の安定、供給等を極めて重要な役割を取材されたので、果たしていけるようにそこはしっかりやらせていただきます。はい、経済新聞学徒です。緊急事態宣言が今日の延長を決まる見込みですけれども、ゴートゥーイートの扱いについて変更があるかというのをお聞かせください。ゴートゥーイートの扱いについて、はい、今都道府県の判断でまとめ止めているところとかもあります。基本的な考え方は変わりません。はい、延長された場合でも変わるか、そうですね、基本的な考え方は。ありがとうございます。 NHK コースです。緊急事態宣言が出された場合なんですけども、農林水産業などへの影響をどのように考えているかというと、ゴートゥーイートの出資権などの販売期間などに影響があるかもしれません。農林水産庁におきましても、緊急事態宣言に伴います一時金による支援対象とならない方も含めてです、コロナの影響を受けた農林漁業者の皆様ですとか、あるいは関連産業に従事する皆様の生活費を守るために、先週設置しました第3次補正予算を含む数字にわたる補正予算等により支援策を講じております。例えば具体的には需要減少、価格の低下等による影響を受けた生産者、卸売業者、小売業者、飲食店等の皆様には、販売促進や販路の多様化に向けまして、学校給食ですとか保存食材の提供、インターネットやデリバリー販売、地域保育による新たな販促活動の取り組みの支援ですとか、あるいは在庫の滞留等が生じている米、乳製品、牛肉、水産物の
生産者や加工流通業者の皆様には保管経費ですとか在庫経費の措置、あるいは一時的に大幅な減少の消費者生産者の皆様には経営安定対策ですとか資金繰り支援、皆様輸出や生産基盤強化に取り組む生産者には薬価高流通業者の皆様には海外とのオンライン商談の支援ですとか輸入原料から国際原料の切り替えですとか経営体制の強化等と様々な支援策を講じるところでありますが、まあ、いずれにしましても今後とも国民の皆様への食料の安定供給を最優先にしながらですね、関係業界の状況を注視しつつ、コロナの影響を受けた皆様に寄り添いながら支援策を実施させ適切に執行してですね、気合させてまいりたいと思っております。で、GoTo Eatの6月末の延長につきましては、GoTo Eat食事券についてはですね、まあ、昨年12月に都道府県および食事券各公事業者に対しまして、利用期限は最長6月末ということをお知らせしておりますが、この6月末との期限については、将来現時点での感染状況など、価格要素も多いことから、現段階ではまだ延長をするしないの事前の方向性もですね、あと要求ができるという状況にはないと考えております。他にございますでしょうか。はい、時間のところで最後の、はい、はい、食事券なんですけれども、あの5月15日が発行期限です、そちらの方どうでしょうか。今後もですね、緊急事態宣言の今の参加が分かりますけれども、それがさらに増えるとはい、ありますが、はい、それを再延長するか、食事券については昨年12月にですね、あの都道府県および食事券の保留者に対しまして追加の発行期限を5月中旬とお知らせを持っております。で、この5月中旬との期限につきましても、まあ、今後の感染状況ですとか既存分の販売停止期間も踏まえてですね、これは各地域の調整をしていきたいと。延長の可能性もあるんです。これは調整の期間、その場合は6月末の使用期限も合わさないといけないじゃないでしょうか。だからそれ感染状況を踏まえながら考えてほしい。